マジックリープはヘッドマウントディスプレイ方式の複合現実ウェアラブルコンピュータを開発するアメリカ合衆国の企業である。2010年に設立され拡張現実や複合現実に対応したデバイスを開発する。2015年10月にグーグルなどから5.4億ドルの資金を調達しており、総額22億ドル以上の資金を調達している。ただし、 後に投資家からの資金調達時に使用された映像は特撮だったことが明らかになっている。製品の詳細については長らく記せられていたが、2017年12月になり始めてマジックリープ1として情報公開された。公開されたのは開発者向けのバージョンで、翌2018年8月より2295ドルで販売が開始された。 2018年7月11日、AT&T が63億ドルを投じて、マジックリープ1の独占販売権を獲得した。また、AT&T コミュニケーションのジョン・ドノバン CEO が、マジックリープの取締役に就任することも決まっている。2018年10月10日、マジックリープは人間に近い AI アシスタント、マイカを紹介した。二千十九年四月、 マジックリープは NTT ドコモと資本業務提携について合意し、ドコモはマジックリープに2億8000万ドルを出資すると報じられた。2019年11月、2019年8月に特許資産の大半を JP モルガンチェイスに譲渡していたことが明らかになった。2020年4月22日、マジックリープは大規模なリストラの実施を発表し、一部報道によると、 従業員の約半数にあたる約1000人が解雇されたが、2020年5月に3億5000万ドルの資金を調達したことで人員削減は中止された。2020年9月にザインフォメーションが報じたところによると、マジックディープの評価額は2019年は64億ドルで、2020年6月には4億5000万ドルと、半年で93%以上下落した。 2016年4月18日、マジックリープはイスラエルのサイバーセキュリティ企業ノースビットを買収した。2017年2月18日、マジックリープはスイスのコンピュータビジョン分野のスタートアップリクーダの 3D 部門を買収した。2019年5月、マジックリープはマジックリーププラットフォーム向けの立体ビデオ会議ソフトウェアを開発しているベルギーのスタートアップ。 ミメーシスを買収した。ありがとうございます。